お疲れ様です。アストロです。今回の動画は、無濾過水槽やってみたです。皆さんは、ろ過って好きですか？僕は結構好きで、かつてはですね、外部式フィルターを2つつなげてみたりとかしてたんですけれども、まあちょっとお掃除がめんどくさいななんて思ってきまして、次に外掛けに移りました。外掛けに移ると次は音が気になってきまして、じゃあせめて水流だけでもというので、最終的にはですねエアレーションになったんですけど、今度はこの空気が弾ける音が気になってきました。あとですね、僕の水槽の時に、水槽作る時に大事にしているテーマとして、地球上のどこかにある風景を切り取るっていうのがあるんですけど、このガラスの周りにいろんな配線、チューブがあるっていうのがですね、じわじわとなんか気になってきまして、無濾過水槽やっちゃおうかなというのでやってみました。こんな感じになりました。それではどうぞ。こんな感じになっております。いかがだったでしょうか。やり方はですね、もう本当にもうびっくりするぐらい簡単ですよ。動画の通り、松も浮かせて、ミロモス適当に入れて、あとエビ、ラムズホーンがいてですね、あと魚はちょっと少なめにと。はい、水替えもですね、2週間に1回ぐらいですかね。めんどくさかったらもう3週間に1回ぐらいで、減ってきた水を足すくらいな感じですかね。うん。あと、松もがすごい増えますね。これはもう、なんならもう1週間に1回ぐらいちょっともうちぎって捨ててみたいな。それぐらいです。はい。参考になったら嬉しいですね。はい。というわけで今回の動画は以上です。それでは、バイバイ。